マイナー武将列伝、主家に見殺しにされ愛妻とともに自決、悲運の青年武将稲津重政。皆さんこんにちは。今回ご紹介する武将は稲津重政です。比喩が伊藤氏に仕えた彼は若くして才能を見出された将来有望な青年武将でした。順調に出世した彼ですが、関ヶ原の戦いによってその運命は一転、悲劇へと進んでいきます。一体彼の運命はどんな道をたどったのでしょうか。主家比喩が伊藤氏が激動の時代に生まれる。稲津重政は天正2年1574年に生まれました。稲津氏は伊藤氏の初流であったといいます。才能ある青年だったようで、19歳の時に伊藤助武の小姓として召し抱えられました。さて、重政の仕えた比喩が伊藤氏について少々ご説明しておきましょう。伊藤氏は比喩がを古くから統治した歴史ある一族で、助武の父伊藤義助の代になると伊藤四十八条と呼ばれる48の市場を国内に築き上げ、帯地方をめぐる隣国島津氏との戦にも勝利し、伊藤氏の全盛時代が到来していました。しかし元亀元年1572年に木崎原の戦いで義助は島津義弘に敗れ、これをきっかけに伊藤氏の衰退が始まります。48の市場も落とされてゆき、離反も相次いで追い込まれた義助は、天正5年1575年に本拠地佐土原を捨て、豊後の大友宗麟を頼って落ち延びることになりました。ところが大友宗麟が耳川の戦いで島津氏に大敗したことにより、伊藤氏とそれに随行する家臣たちは伊予河野氏を頼ることになります。そして天正10年1582年、豊臣秀吉の庇護下に入ると、天正15年1587年に助武が丘陵復帰を許されたのでした。伊藤助武に目をかけられ、若くして家老となる。こうして見てくると、重政が誕生した頃伊藤氏は比喩が追われていたことになります。義助に随行した人数はそれほど多くなかったようですし、重政は比喩がで生まれそこで育ったのかもしれません。助武の復帰から間もなく召し抱えられているようですし、その線が強いのかなとも思います。伊藤助武に出仕した直後、文禄慶長の役が起きます。この時助武は出陣し、重政もそれに従ったようです。その後助武は豊臣姓を下賜されるなど、豊臣家とのつながりを強めていきます。そして重政は助武には目をかけられており、慶長3年1598年にはかつての伊藤四十八条の一つ清武城の城主となり、伊藤氏の家老に任ぜられました。まだ25歳の若さということで、かなりの出世スピードということになりますね。主伊藤助武にも運が向いてきていましたし、重政の将来も順風満帆であるかのように見えました。伊藤氏の東軍参加に際し陣頭指揮を取る。豊臣秀吉が亡くなると、五大老の筆頭となっていた徳川家康の権力が大きくなってきます。それに危機感を抱いたのが、秀吉の手足となって働いていた石田三成でした。両者の対立により、慶長5年1600年関ヶ原の戦いが勃発します。日本を二分する大戦となりましたが、この時伊藤助武は豊臣恩子であったということもあり、東軍と西軍のどちらにつくか判断に迷ったようです。しかも助武は病に伏しており、出陣することも不可能でした。そのため助武はかねてより吉見を通じていた黒田助水に相談したようです。そこで嫡男の助吉を帯に送り、助水の使者を迎えさせました。そして伊藤氏の命運を左右するその場を取り仕切ったのが重政だったと言われています。結果伊藤氏は東軍参加を決断し、西軍となっていた高橋元胤の宮崎城を攻めることになりました。
伊藤方の総大将となり全権指揮を取ったのはもちろん重政でした。見事な采配で城を落とすが、なんと本当は味方だった？3000の兵を率いた重政は見事な采配によって宮崎城をたった1日で落とすことに成功します。一方、隣接する島津氏との小競り合いも繰り返されていたようで、重政は数で劣りながらもあの屈強な島津勢を何度も撃退し有名を轟かせたのでした。彼の戦いぶりは西国一の優勝と称された立花宗茂の率いる兵のようだと評され、黒田助水もまた稲津の戦いぶりを手本とせよと近所に言いつけたそうです。ところがこの戦いの後、大問題が持ち上がりました。なんと重政が攻めた高橋元種は当初は西軍として大垣城に籠城していたものの、関ヶ原本線で西軍が敗れたことを聞き東軍に恭順していたのです。おそらくこの情報が伝わるのが遅かったのでしょう。当時はインターネットはおろか車もありませんからね。そんなわけで重政は図らずも味方を攻撃したことになってしまったのです。立場が悪くなり、ついには籠城して乱を起こす。結局宮崎城は高橋元種に返されることになりました。こうなると重政の立場は微妙なものになります。すると伊藤助武の寵愛を受けてきた彼をよく思わない者たちが彼を非難し始めたのです。そして彼はだんだんと孤立していきました。ちょうど彼の最大の理解者であったはずの助武もこの世を去り、これが決定だとなったのか重政は自暴自棄となり、不行状が目立つようになっていったとも言われています。いくら絶望したからとは言ってもこれはまずいですよね。すると国家老であった松浦久兵衛が助義に対し重政の不行状を訴え出したのです。一説には松浦自身若くして出世した重政を妬んでいたとも言われています。また重政を孤立させるような動きは宮崎城攻めの責任を彼一人に負わせるためのものだったとも。そりゃあ彼一人で兵を動かすことなどできませんし、他の家臣たちも城攻めに賛成したからこそのことだったはずですしね。国家老の訴えとなれば引き流すわけにはいきません。助義は重政に詰問状を送り重政を罷免しようとしますが、納得いかない重政はそれを拒否。すると今度は切腹命令が下されてしまったのです。追い詰められた重政、そして彼はなんと人質を取って居城清武城に籠城してしまったのです。助義の命令によって直ちに伊藤の軍勢が差し向けられ清武城を包囲しました。これが慶長7年1602年のことで、稲津の乱の勃発でした。夫と運命を共にすることを選んだ妻幸恵。ところで重政には幸恵という結婚して間もない15歳の妻がいました。彼女は大友家臣滝田重兼の娘だそうです。二人の間にはまだ子供がおらず、若い幸恵を巻き添えにするには忍びないと伊藤方はあらかじめ使いを出し、彼女の実母が危篤だとしてカゴに乗せて城外に連れ出していました。しかしカゴの窓から外の様子を察した彼女は制止を振り切り城内へと舞い戻ります。そして驚く重政に対し、私は殿と運命を共にいたしますと強く願い出たのです。彼女の強い思いに打たれた重政は彼女の願いを受け入れ、共に死での旅へと出ることを選んだのでした。すでに城は伊藤方の軍勢に囲まれ、勝敗は言わずもがな。まず幸恵が自害し、それを見届けると重政も自害して果てました。29歳でした。伊藤家臣落合兼友による比喩書きには、宮崎城攻めに際して重政が主君助義秘蔵の馬を借りたものの、返却されないために使者が訪れると重政に、いろいろ収まったら返すつもりだったのにと逆切れされたために、使者が無礼な
と切りかかったところ返り討ちにされたという記録があるそうです。このことが助義の実母小寿院の耳に入り、彼女から重政を成敗せよとの命が下ったのだとも言われています。まとめ1。稲津重政が生まれた時、主家となる日向伊藤氏は滅亡の危機に瀕していた。2。伊藤助武が丘陵復帰を果たした際に召し抱えられ、若くして家老にまで出世した。3。伊藤氏が関ヶ原の戦いにおいて東軍となる際、陣頭指揮を取った。4。伊藤方の総大将として宮崎城を攻め落とすも、実は相手が東軍となっていた。5。味方を攻撃したとして立場が悪化し、追い込まれた末に反乱を起こした。6。15歳の妻幸恵と共に自害して果てた。重政と幸恵の墓は日向灘を背に向けるように建てられているそうです。当初は海の方を向いていたそうですが、墓を建ててからというもの船の難破が相次ぎ、二人のたたりだと恐れた人々は墓の向きを変えて供養したのだとか。以後難破が起きることはなかったそうです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。